明けかほです、今回はですねちょっと2022年の、直木賞芥川賞の前作品レビューとあとちょっとこの動画が出る頃まだ直木賞芥川賞が発表されてないと思うのでその予想をしていけたらいいなと思います。はい、私ですねいつも直木賞芥川賞はここ数回は割と全部候補作読むようにしてて有馬さんっていう有田真代さんっていう私の友達のお姉さんといつもこうなんか予想してああだこうだ言うみたいなスペースをやってるんですけど、まあ、せっかく YouTube あるのでちょっと前作品レビューも残せたらなと思って YouTube 撮ってます。はい、というわけでちょっとサクサク、前作品レビューなので結構テンポよくいきたいと思うんですけど芥川賞からいこうと思います。今回の芥川賞はノミネートされているのが全員女性っていうのがすごい割とこう注目されてるのかなと思っててで、まあ、なんですけど割とこうねなんか前作その候補作を読んでみるとこうなんか通底するテーマがすごい似てるのが印象的でした。なんか直木賞の方がバラエティー飛んでる感じで、で芥川賞の方はですね芥川賞の方は割とこうなんかすごく最近シスターフットってこう話題になってると思うんですけどこうなんか割とこうポストシスターフットというか私これ波っていう雑誌の連載にも書いたんですけどこうシスターフットがすごいこういいねって言われてる世の中ででも本当に女性同士ってこう助け会えるんだっけっていうところとかそのシスターフットをなんか超えたじゃあその先にこう何があるんだろうみたいな女性は本当に女性同士で救い合えるんだろうかみたいなテーマをすごく扱ってる作品が多かったなっていう印象です。私的にはで、まあ、ズバリ芥川賞のですね予想的には私いつも芥川賞ってこう外してるんですけどなんですけど私は美味しいご飯が食べられますようにがめっちゃめっちゃ好きなんですけどでも私が好きってことはなんかいつも芥川賞の受賞を外してる身としてはちょっと美味しいご飯が食べられますようにではなくて NA が芥川賞になるのかなと勝手に思ってます。でまあでもどれもすごく今回割と面白いって思う作品が多くてですねちょっとそれぞれレビューしていくとまず佐川千人さんの、家庭4安心交付これはですね、まあ、東京にいる中年というか、まあ、主婦の女性があるその、まあ、なんかこう幻想を見るようになってその幻想は何かっていうとこうこれはあなたのお父さんだよって教えられた、まあ、なんか人形をこう幻視するようになるみたいな話で結構なんか私なんか一昔前の芥川賞っぽいすごく作品だなと思ってなんか私今よりもちょっと5、6年前とかの方がとか10年前とかの方がもうちょっとこうなんかこういうシュレアリズムというかなんかこう幻想を見たりとかすごくその抽象化して生活を語るような作品が多かったんじゃないかなと思っててこういうなんかこうシュールなシュルレアリズムって言われそうなこう小説ってすごい久しぶりに読んだなというふうに思いました。でまあなんかこれもねなんか父親のこう幻想と母親と自分みたいな結構話でそこで現在横にいるのは夫でみたいな割と家族の話なんですけどなんか母親との関係がすごくこう中心になって描かれててそこもちょっとこう母と娘の物語っぽくもありなんかこうまあ母と娘ってちょっとシターフットとは違うのかもしれないけど結構割と女性同士の関係をじゃあどうしていこうっていう話の中にまあ父親が不在みたいなところがこうひねって入ってあってなんかテーマとしてはすごく今っぽくて面白いなと思いました。であと母と娘の話を書いたのがもう一作品あって鈴木すずみさんのギフテッドっていう小説になってます。こちらはまあ本当夜の街で、まあ、こうホストに通ってたり、まあ、あとこう夜のお仕事をしている女性っていうのが主人公になっててでもその主人公の母親が、すごく、まあ、病気になってもうなんか余命
いくつみたいな形になってるんですね。まあ、そのお母さんがこう自分の家に泊まってその、まあ、ちょっと看病をしたりとかしてるうちにいろいろこう気づくの、その心の変化みたいなのを描いてるんですけど、私あの鈴木すずみさん結構本当にずっと著作読んでて、学生時代から、まあ、エッセイもすごく好きで、なんか鈴木さんの初小説ということでこうあの雑誌の時からね文学界買って読んでたりとかしたんですけれども、すごくなんかあの、まあ、鈴木さん結構いつもエッセイで書かれてるテーマが割とこう小説にそのままなってる感じがしたので、なんか鈴木ファンとしてはあこの話ねみたいなこうすごく感覚もありつつ、でもなんかすごい小説としてもなんか母と娘っていうのが今普通にその文学トピックの中でも割とこうなんていうんですかね、主流というか流行してる感じもあるので、なんかそれはすごく今っぽいなと思ったりとかしました。そうですね、なんかねあの文芸っていう川で枯れててる文学雑誌、文芸雑誌でもこう母と娘って最近テーマになってたりとか、あとは芥川賞にやっぱ2作品も入るっていうのは結構やっぱ注目されてるんだなと、私も割と母と娘のテーマに興味があってあの連載とかしているので割とこう興味深く読みました。はい、でもう一つは何話そうかっていうと、あれですね、美味しいご飯が食べられますように、これ高瀬淳子さんっていうあの方の小説で、でこれ私すごいあの好きだった、面白かったんですよ。高瀬さんの小説って前も芥川賞候補になっててそれも読んでたんですけど、あの今回の方がずっとずっと好みで、あの一人のまああのすごく仕事もできるこう感じのまあ男性が主人公になってるんですけど、その男性をめぐるまあ二人の女性が結構まあちょっと二股みたいな感じになっちゃうんですよね。で同じ会社の中にその三人もいて、でその一人は結構こうご飯もすごく丁寧に作って、でも結構いつもこう頭痛いとかで早退しちゃうみたいな、こうちょっと体弱いけどまあなんかご飯作りとか上手でこう職場にケーキとか自分の手作りのものを持って行ったりとかしてみたいな女性で、でももう一人はすごく反対のまあなんか例えばこう部活はチアリーディングをやってたとか、あとすごくこうなんだろうな、仕事もまあもう無理してでもちょっと頑張っちゃうみたいな感じの女性で、まあ、その女性どっちともこうご飯を食べるんだけど、その男性はなんかこうすごく何とも言えない窮屈さを感じててみたいな、こうすごいね、私面白かったのがこう男性の虚無みたいなのをすごいうまく描かれてて、私それこそさっき言ったその母と娘っていうのが結構最近主流のテーマだとしたら、こうなんか男性の特にそのマジョリティって呼ばれてる男性のこう心の内側みたいなものってなんか今ってすごい描かれづらいんだなって思ってて、もちろんなんかそのジェンダー的な観点でこう言いづらいみたいなところが、なんかこんな本で持ってるなんて言いづらいみたいなところもしかしたらあるのかもしれないけど、でもなんかこうやっぱ男性学とかもすごく盛り上がってるし、こう男性側の特にそのなんだろう、こうマジョリティって呼ばれるようなこう男性のまあこうちょっと虚無っぽい感じとか、なんかそういうのって意外と小説に今なってないと思ってて、で誰か書いてほしいなってすごく思ってたんですけど、こう今回のその美味しいご飯が食べられますようにはそれをすごい皮肉に皮肉を重ねて描いていて、まあ、その男性側の虚無みたいなものがこうなんか美味しいご飯とかなんか食べるのがめんどくさいみたいな形にこちょこちょ比喩っぽく描かれてて、この感じがすごく面白かったので、 V バナなんだけど根底は虚無みたいなそういう私的には刺さった小説でした。面白かったです。はい、で、もう一つがあれですね、 NA っていうこうあの豊島明さんっていう方が書かれた小説で、これもギフテッドと同じ文学界に出てた話で、まあ、女子高生の女の子が主人公なんですけど、その女の子が、まあ、教育実習生の女の人とこう付き合うようになるんですよ。でなんだけどその主人公の女の子はこうご飯を食べたくなくて、でまあちょっとこう体重もどんどん減ってくんだけど、なかなかご飯食べたくない自分やめられないみたいな話なんですけど、これは本当にドンピシャで今のこうなんだろう、
こう私リツイートについての話だなこれと思ってて、なんかツイッターでリツイート機能ってあるじゃないですか、まあ、そういうそのリツイート的なこうなんか他人の共感を得るための言葉がすごい今いっぱいみんな使うようになってて、でもそれって結局はこうすごく共感してもらいやすくて分かってもらえるような言葉に見せかけてこう実はそれってなんか他人を分かろうとしてる気持ちみたいなのをこうないがしろにしてる言葉だよねみたいなテーマなんですけど、こうなんか女性同士とか同性同士だったら安易になんか連帯できるとか、そのマイノリティ同士だったら連帯できるみたいなこう世間の風潮に対して割とはっきりなんか疑問を呈している小説で、とっても描き方がうまいなと思ったし、こうそういうリツイート的なものに対する小説って案外見たことなかったなと思って、なるほど今っぽい、まあ、なんかすごい私今回今っぽいってめっちゃ使ってるってすごく思いました。はい、でもう一つが山下ひろかさんの悪帝っていう小説ですね。介護してるおばあちゃんとその介護をまあ、一員になってる母親と、あとその介護に自分もこう携わってる娘その話なんですけど、3代の女性が一緒の家にいてみたいな、で父親はいなくてっていう父親不在の話なんですけど、なんかその祖母とこう自分の割とこう悪口を言い合う、こう悪態をつき合うみたいなところから悪帝っていう、こうタイトルになってたりするんですけど、それこそそのさっき言ってたこう女性同士であっても連帯できないけどできないんだろうか本当にみたいなテーマが割と私は扱われてるのかなと思ってて、まあ、いろんな読み方があると思うんですけど、主人公の出口のなさみたいなものが割と宇佐美凜さんの車の娘とかちょっと彷彿させる感じの、こうなんかあんまり解決がないまま、なんか主人公が何にも救われないまま終わるみたいなラストが、こうまあでもこの主人公が何に救われるかっていうと確かに何に救われるっていうのがなんか言えるような時代じゃないよなっていうふうにすごく思って、こうちょっと主人公が救われる、なんか他人とこう出会って救われる話って今まで結構あったと思うんですけど、なんかその他人と出会えない救えなさみたいなものが割とラストに描かれてるのかなと思いました、うん、まあこう全作品通してもちろんその恋愛男女の関係が描かれてるものも全然あるんだけど、ってこう例えばそのさっき言ってたギフテッドとかにしても、こう男女の恋愛も出てくるけどやっぱりそれはどっかドライに見られてて、それよりも割と女性同士の方が熱く描かれてるんだけど、でも女性同士も結局救い合うことってそんなにできないよねみたいな話が割と多いなっていう感じがしてて、まあ最近ねその映画とかでもすごく女性同士の関係、特にシスターフット的なこう救い合う関係ってちょっとなんか描かれすぎてるのかもしれないなと思って、それに対するこう本当にそうなんだっけみたいなところを割と、まあ、小説ってこうすごくなんだろう、まあ、マイノリティ的な感覚、属性としてマイノリティじゃなくても感情として世間では主流じゃない感情みたいなものを救い上げやすい媒体だと私は思ってるので、なのでもそういうテーマを描きがちなのかなというふうに思ったりしました。さあどれが取るんでしょうか、どうなんだろうじゃあ、次は直木賞候補に行きます。直木賞候補はですね、まず締め殺しの木、北海道のこの話 で、まあ、昭和の初期時代の、まあ、女性がすごく結構苦労をして生きていて、ちょっとこうなんか一昔前の朝ドラみたいなシーンとかああいう感じの割と感じで子供も産むんだけど結構その子供でも大変なことがあってみたいな、割とこう北海道を舞台にした苦労した女性の一代記っていう感じの話なんですね。芥川賞に比べてやっぱ直木賞の方がすごくこうバリエーションがあるというか、テーマもジャンルもすごくまあ取り揃えましたっていう感じの小説になってて、締め殺しの木は割とこうなんだろう、ちょっと昔のこういう女性のなんかがっつり一代記、本当に人生の始めから終わりまで描くみたいなのってこう最近あんまり見なかったので、すごいなんか久しぶりにこういうの読んだぜっていう気持ちになりました。なんか根室とかっ
構桜木紫乃さんとか三浦綾子さんとかこう女性が割とこう女性のがっつり人生を描くみたいな小説がなんか生まれやすいのかなとちょっと思ったりとかもしてます。はい、で、星夜に星を放つ久保美澄さんのこれ短編小説ですね。なんか私最近の直木賞って作品ぐらい短編集入れるの多い気がするんですけど、私だけですかね。なんか久保美澄さんって結構私の中でなんかドロッとしたものを描いてるイメージだったんですけど、あの生死をテーマにした話が多いんですけど短編集で、ちょっとこうハッピーとは言えないけどなんかほんとヘルシーな話が多くて、なんかこう久保美澄さんの新境地というか新しい路線なのかなとちょっと思ったりしました。まあ、短編集なのでね、なんかこうあんまり長編的なこうドロッとした感じとかではないのかなと思ったり。はい、で次は郷勝博さんの、爆弾、これ爆弾っていう本当にそのまま爆破テロを予言する話なんですよ。東京でなんか爆破テロが起こるっていうことを予言した人がいて、でそれに対して警察が結構わたわた翻弄されていくっていう話で、さっきのその締め殺しが結構大河小説っぽいこうエンタメ小説でだとしたら、こっちの爆弾は本当純エンタメって感じで、で犯人がなんか今ちょっとこうツイッターとかでもよく話題になってる無敵の人って呼ばれるような人っぽい感じ、あんまりこう世間から顧みられないで、でもこういうちょっと能力を持ってしまってみたいな人なので、あのエンタメとしてもその警察小説としても楽しめるんだけど、まあ、ちょっと社会派としても楽しめて、もちろんその爆破テロの話っていう、こうエンタメ性もあってみたいな、割といろんなベクトルであの多分切り取れる小説だなと思いました。私そんなに ね警察に萌えがないんですよ。なのでなんかこう男同士の話とかにもそんな萌えがないタイプなんであれなんですけど、でもなんかこういうの刺さる人に刺さりそうだなと思いました。で、あと次が永井紗耶子さん、あの今大河ドラマでやってる本当の鎌倉殿のもうマジで同じ時代の話でですね、鎌倉時代のこう武士とそれこそこう都があの貴族側のねあの都があったわけなんですけれども、まあ、そこをこう取り持つという意味で、その大姫っていう頼朝の娘がこう入内することになるんですよね。でまあ、その入隊の話を、まあ、割と描いた話になってます。これはねもう私的にはあの今本当に鎌倉殿に大ハマりして大河を楽しく見てる身なので、ちょっとなんかスピンオフみたいな気持ちで読んだんですけど、なんかこう鎌倉殿の方のキャラが立ちすぎて結構そのなんていうんですか、別物として今読めない今体になっててなのでなんかテーマ的にはその 割とその大姫と大姫 の母親であるその北条政子の話ってなんかもう割と母娘の話でもありつつ、まあ、時代小説でもありつつみたいな話なんですけど、まあ、時代小説っぽいあのなんてでかつ女性の話でもあるっていう感じかなと思いました。ただちょっと私がちょっと鎌倉殿に入れ込みすぎてなんかちょっとこうドラマと話して読むのが難しくて小説単体の評価がいまいちできない気がする。で最後が、深緑の秋さんのスタッフロールですね。私はこれを直木賞だと私は思っている。どうなんでしょう。これがね本当にすごく面白くて、なんかすっごいいい小説読んだなっていう風に、読み終わった後めっちゃこうグッときた小説だったんですけど、その話がどっから始まるかっていうと、まだ CG とかできてない時代のこう、特殊造形師って呼ばれるようなこういわゆる例えばあのチューバッカとか、あとそのハリウッド映画に よく出てくる妖怪とかそういうそのものを作る職業の女性がまず主人公なんですね。でその女性が、まあ、とある映画の犬の怪物みたいなものをこう作ることになって、でまあいろいろあって、そのあと現代で CG のクリエイターをしている女性が第2の主人公になって、その女性はさっき言ってた特殊造形師のマチルダっていうあの主人公の女性が作った犬のすっごいファンなんだけど、それをこう CG にしなきゃいけないっていうような、まあ、任務を担って、
それに、まあ、悩むみたいな話で、結構そのクリエイターもの、映画にまつわるクリエイターもので、話の中にはあのスターウォーズとかそのバックトゥーザフューチャーとか、ああいうのの、あのスターウォーズの本当に初めのね、あの話の時代が最初に描かれるので、古の映画ファン的には面白い小説じゃないかなと思ってて、私はやっぱなんかこうクリエイターものとして読んじゃって、割とこうクリエイターものとかね、芸術家ものって私好きなんですよ、もともと。で、あの小説だったほら、スローハイツの神様とか、こう作ること書くことにまつわる話ってもともと結構好きなんですけど、スタッフロールも本当にまさにそれで、こう賞を取ることと自分のなりのこうものを作り上げることとか、あと後世にどうやって評価されるかとか、そういうテーマをすごく扱ってて、こうグッときたし、本当にいい小説だなっていう風に思いました。時を超えてシスターフット的な感じもあり、あの女性同士の関係もすごくいいし、やっぱ映画の業界で働いてる女性がガンガン出てきて、本当にその女性の描かれ方がこう気持ちいい仕事のできる女性たちで、かつでもやっぱ葛藤もあってみたいなところが、自分もすごく共感するところもあったし、でもやっぱお仕事ものとしても面白いしっていう風な、すごく私的には一押しの作品です。他の作品も面白かったし、なんか今回の賞は本当ジャンルそれぞれ取り揃えました。なんか時代小説もあれば、まあ、直球エンタメもあり、こう短編集もありみたいな、いろんなジャンルはあるなっていう、まあ直木賞結構いつもそうなんですけど、なんか人の好みによって好きな小説が変わるんじゃないかなというふうに思いました。はい、というわけで駆け足だったんですけど、芥川賞直木賞全作品レビューどうだったでしょうか。まあ候補作の直木賞、芥川賞予想が当たるかどうかは分かりませんが楽しんでいただけたらよかったです。今回ちょっとね、あの画角も変えてみて、私いつも背景がめっちゃ真っ白で殺風景ってすごいいろんな人に言われるので、ちょっとあの本棚が一番映る画角にしてみて、はい、というわけで今回見てくれてありがとうございます。また直木賞、芥川賞の予想も次回もやりますので、その時は動画上げられたらなと思います。ありがとうございました。